全国 JOC ジュニアオリンピックカップ水泳競技大会は日本オリンピック委員会公演日本水泳連盟主催の18歳以下を対象とした全国水泳競技大会である。なお本記事は2016年現在のものとして執筆する。年2回夏季大会と春季大会が開催され各地域の予選を勝ち抜いたジュニア世代のトップスイマーが集う。競泳競技は クラブ対抗として実施され、男女総合優勝クラブに優勝旗が授与されている。それ以外の競技においては、最優秀選手に JOC 杯が与えられている。なお競泳競技では、各年齢ごとで設定されている、標準記録を突破していなければ出場することはできないため、ジュニアスイマーが目標にしている大会の一つでもある。ジュニア世代の水泳競技最高峰に位置する、 大会であり、この大会からはオリンピックなど、世界の舞台で活躍する多くの選手を輩出している。競泳競技会場となる東京タツミ国際、水泳場4競技それぞれ異なる会場を使用する。競泳競技は、東京タツミ国際水泳場完成前まで、夏季大会が、代々木オリンピックプール、春季大会が、東京スイミングセンターで、主に開催されていた。 タツミ完成後は、夏季、春季ともに原則として、タツミに固定開催されているは、タツミ修工事のため、例外的に、新潟県長岡市の大英プロビスフェニックスで開催。なお、夏季は長水路、春季は淡水路で行われる。水球競技は、春季大会は東京体育館で開催されていたものが、第27回より、千葉県国際総合水泳場にて、 固定開催されている。なお、夏季大会は、持ち回り開催となっていたが、第36回より、当は薬品ラクティブドームに固定。引込み競技は、辰巳完成前まで代々木で開催され、完成後は、第30回まで固定開催された。その後持ち回りを経て、第36回以降は、大阪プールに固定。春季大会は、原則的に辰巳を使用。 アーティスティックスイミング競技は持ち回り開催。形成はその後ボートレーサーとして他のスポーツに転向している。ありがとうございます。